つ待って。なんでトランプちぎんの？あ、もう。あと何枚かとか。いや、ちぎれたら面白いじゃない。え、それはどういう意味でちぎんの？いや、普通にもうこれ。トレーニング？握力がないとちぎれないから。うん、握力のトレーニングの一環って感じかな。できるかわかんないけど。それはどういう意味？1回目はここの長さがあるからちぎりやすいけど、2回目はもうちょっと短くなるから。え、だからそのトランプをちぎる意味って何？ここでしっかり左手でしっかり押さえてないとすぐばらついてちぎれなくなるから、だからなんでそれ、これは握力が必要なの。あ、握力のトレーニングのためにやってんの？そういうことだね。そうそれは空手の、空手のトレーニングということ？ちぎったことのある人にしかわからない快感がある。なんかすごい握力にこだわってるらしい。そう、どういう意味？なんかあのサマーも全部握力のためらしい、うん、そのなんか握力にこだわる理由って何？握力にこだわっているのではなくて、単純に握力もトレーニングしているってこと。だからその握力は何のために鍛えてんの？いや、全身を鍛えてて、これが単純に握力のトレーニングってこと。ああ、そう。で、他には？他に握力の？うん。一応、これ、ママやってみる？え、怖い。いや、これ、持ち上げるだけ。ここ持って持ち上げてもらう。え、まえちゃん、ママ。もっといたのか。いや、こんな格好だもんだって。いや、こうやってここ持ってここで持ち上げるだけで、これが意外と難しい。これ長ければ長いほど難しくなってきます。これ多分無理だけど、すごい。で、ここの筋肉が必要だ。なんか他トンファーとか持ってるやん。トンファーはそんな飾りみたいなもんで使ってないよ。それどうやって使うの？何よ？トンファー。トンファー？いや、使えない、練習してないから。いや、ママはだってトンファー使ってる人見たことあるじゃん。うん、空手ね、グループね、うん、なんか他にいろいろその袋の中に入ってたけど、あ、なんかリングあったよね、リング、木のリングあったよ。あ、木のリングみたいな。あれは体操で、え、どこに置いたの？え、クローゼットの中、袋の中に。これ It's in the white bag。 これね、これは結構よくは公園に持って行ってる。 え、 え、公園でやってんの？できたら庭でやりたいけど、これは公園に持って行って、これぶら下げて、あー、釣り合うな。なるほどね。あー、そういうの。体操だ、体操。うん。あ、それグリップあんの？出るかね。え、それ誰がやん？失敗したら頭割れるかね。みんな。こうやって。なんか怖いよね。え、アマゾンで買ったん？アマゾンでこんなじゃなかったら、そんな持ち歩いてたらすごい危険人物と思われるよ。だってこれコンクリート割るためのやつだからね。まだこんなん軽いよ。これだってコンクリート割るやつって止まってるんだよ。いや、もうこれでハンマーで叩き割るからさ。何を取ってんの？UCL の学生やんね。何が問題？え、医学部の学生やんね。そうだ。え、間違いないよね。そうだけど。え、嘘じゃないよね。うん。うん。いや、なんか行動が怪しいから。実はニート。え、ニート？え、すごい行動が怪しいからな。
え、本当に大学行って勉強やってるよね。なんなら学生の中では成績優秀者で、え、行ってるよね。うん、うん、去年学年1位だって。あ、そうな。Are you good at arm wrestling? 腕相撲とか強い？いや、弱い。これはまあ、こういうシリーズなんだけど、番号が書いてあるのね、ここに。うん。これ 0.5 って。これ一番簡単なやつで、握力だいたい50キロぐらい必要。こうやって、完全に閉じたら、OK で、次が1で、これが一番なんだけど、これが、握力65から70キロぐらい。これもこんな感じで。で、次が 1.5 なんだけど、これが今、トレーニング中のレベルで、ちょっとギリギリ届かないぐらい。すごい、握力にこだわってる。こだわってるっていうか、まあ、鍛えれるもんなら何でも鍛えようかなっていう感じで。うん、で、これは指を、こうやって。減らして、うん、指3本だいたいこの小指とか薬指が一番弱いから、うん、今日何してきたん？今日は大学で勉強してきた。うん、何勉強してきたん？医学です。うん、何の医学？握力？いや、何だったっけ。ニューロ、脳、脳、脳の脳の。え、実習行ってんの？今日は実習なかった。うん、明日は？明日はあるかもしれない。え、今4年生 ?3 年生 ?4 年生。どう？医学部の学生。まあ、まあまあ楽しい。うん、楽しい。うん。で、他、空手やったり？うん。うん、充実してる。そうなの。うん。楽しく、医学部学生やってる。なんか、メッセージある？医学部の学生として。あ、学生として、あ、トランプのこと話そう、うん、これがやりたい人がいたら、もう普通に100均とかでトランプ買って適当にちぎってみたらいいんだ。でも誰がしたいのそれ。これ多分一見見たら簡単そうに見るけど意外と難しいんだよ。え、でもどういう人がそのトランプをちぎるあの興味を持つ。いや、多分男性の方だって分かるけど、やっぱ手強い方が、なんか、なんていうか、男のロマンがあるっていうか、分かる人に分かる。多分分かんないと思う。女性の人は。そう？友達とかみんなあれ、これ始め、俺見せたらみんなもやりたがってるからさ。え、何を？トランプ？え、トランプ？え、こういうのが今、巷で流行ってんの？巷で流行ってるっていう。男性の間で。巷で流行ってる。昔からやっぱりあの、手の力って結構みんな、手の力を。ありがとう。はい。